アジアの代表的女子誌、ラーマーヤナ、マハーバーラタの作者ビアンサが、増進ガネーシャに神話を語る、現代的な表現ペルシア語で作詞された、イラン最大の民族女子誌、シャーナーメ女子誌とは、物事、出来事を記述する、形の因文であり、ある程度の長さを持つものである。一般的には、民族の英雄や神話、 民族の歴史として語り伝える価値のある事件を、出来事の物語として語り伝えるものを指す。大岡昌平はさらに、戦争を内容とするものとしている。交渉文芸として、吟遊詩人や語り部などが伝え、その民族の古い時代には次世代の教養の根幹を、成したり、教育の主要部分となることも多かった。後世に書き残され、 歴史資料に保存されることになったものが多い。対義語は、助教師。エリアス・リオン・ロートによるフィンランドの助辞師、彼らの諸般現存する最古の文学作品と、呼ばれる、ギルガメシュ・助辞師もその名の示す通り助辞師である。西洋文学の古典で、助辞師と言われるものには、古代において、イーリアスや、オデュッセア、労働と日々、中世において、ベオ・ウルフ。 ニーベルンゲンの歌、ローランの歌などがある。アジアでは、マハーバーラタ、ラーマーヤナなど。民族女児子,子として、有名なものには、シャアラーメ、ウズル・ジアダス、カレワラ、マナス、ナルト女児子,子、ユーカラなどがある。文献学者のエーリヒア・ウェル・バッハは、古代の女児子,子文体として、ホメーロスの、オデュッセイアと、旧約聖書の遺作の反罪の二つを挙げて比較した。 三文で書かれるときに、女ジ詩ジから小説へ変化するとされ、西洋では一世紀のペトロニウスのサトュリコン、二世紀のダフニスとクロエで、すでに三文化が見られる。ランテの新曲は、形式上は、女ジ詩ジだが、英雄譚と異なって、筋を持たない。日本文学では、古来に、上代日本語を基礎とする古事記、日本初期、万葉集があり、その他に、 平家物語などの軍記物やアイヌの言うからのような英雄の冒険譚も多くあるが、それらを因文とする学説は定かになっていない。日本には女児詩は存在しない説、厳密な意味で日本に女児詩が存在しないとの説もあり、代わりに和歌を含み込んだ歌物語が成立したと考えられ、源氏物語なども和歌を含んでいることから一級文芸として、 評価されたとの説がある。小西純一は著作の日本文芸史で日本は英雄女子史を持たないと述べている。ありがとうございます。